日野安子王二26年11月11日は、室町幕府第三代将軍、足利義満の室、女院北山院。父は、日野助康。住居にちなんで、南御所とも称された。妹の日野栄子は四代将軍となった、足利義持の正室で、第五代将軍、義和の聖母。弟に、浦、松重光らがいる。 1394年頃に、日の行氏に先立たれた足利義満の5歳となり、北山大南御所に従したことから、南御所と称された。1406年、御縁友天皇の側室で、五小松天皇の聖母である、道春門院三条元氏の死後、義満は、五小松は即位後に、父の御縁友を亡くしており、さらに母の道春門院を亡くせば、 天皇一代のうちに両案を二度経験することになり、過去の霊が不吉であることから、順母を立てて、両案を回避すべきだと主張した。関白、一条京、嗣ぐや、重光ら側近たちが義光の遺行を迎えて奔走し、安子はまず、五小松の順母とされ、翌1407年に順三の宮となり、さらに、北山院の院号を宣言されて、女院となった。 1408年に、義光が没死した後、後を継いだ義持は、実前の夫であったが安子とは疎遠であったらしく、義持による義光の朝廷政策の否定の影響も、あって、安子の葬儀は、入院としての格式では挙行されなかった。安子の死後わずか1ヶ月で御所としていた南御所は、解体され、所領も、ご小松天皇に返還された。ありがとうございます。